はいですか、ポッキーです。本当に最近忙しい僕です。どうもこんばんは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シルバーウィークですね。いやー、シルバーウィークだからといってね、まあ特に何かが変わるわけじゃないんですけど、やっぱりシルバーウィークとか休み、長い休みって聞くとワクワクしますよね。ということで今回はですね、ツイッターで募集しました質問に答えていこうと思います。おかおか企画です。ということでやっていきましょう。早速今回もいろんな質問が来てるんでね、ではやっていきます。一つ目、男性ですかということで、はい、もちろんそうです。はい、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 はい。いや、質問言えや。納豆、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 質問どうした？ポキさんはお胸何カップくらいあります？待って、みんな待って。みんな、おかしくないか？今まで来たこの読んだ質問全部おかしくないか？どうなってるんだ一体これは。変な質問ばっかじゃねえかよマジで。ちゃんとした質問いきましょう。ポッキーさんが使ってる動画の機材のブランドとか知りたいです。お、これ結構普通にガチなやつですね。ですね、まあ僕が使ってる機材とかはすべてサブチャンネルの方にね、僕の YouTube のサブチャンネルの方に開封動画として上がってるんで、そちらを見ていただければ Amazon のリンクとかもしっかり書いてあるんですけど、あんまりこだわりないんですよ。まあただひたすら音質とかがいいやつとかを選びました。まあなんかなんだっけ、ローランドとかブルーとかそういう感じの、マイクなどを使っております。サブチャンネルを見てね。質問コーナーですか？そうです。質問募集したのに質問コーナーですかって、そうだね。一人でゲームやってるとき虚しくなりませんかって。これさ、これソロプレイヤーの人全員をさ、あれバカにしてるんだけど、まあ全然虚しくならないですよ。そして僕の場合は皆さんが見てくれるっていうことがあるので、楽しくプレイしております。ありがとうございます。クラスでぼっちにならないためにはどうしたらいいですか？あー、これ難しいなー。いや、俺に聞くなよ。ポッキーさんの鼻毛は何本ですか？数えたことありません。逆にありますか？今日の晩ご飯何食べた？はい、質問です。ポッキーさんはリスナーさんと付き合いますか？という、これ結構ねなんか聞かれるんですけど、いや機会がないよね。いや、普通に機会がないんですよね。なんか別になんて言うんですか、好きになったらこう普通にそういうこともあるかも、もしかしたらあるのかもしれないけど、そういう機会が一切ないということで、わかんないです。てかないです、機会が。はい。乙姫の音と用を足してる時の音って種類違うから、結局2つの音が混ざらず鳴ってて意味ないと思いません？って、これ俺に質問してくる意味な。まあ鳴ってることによって安心するんじゃない？なんだこれ。明日晴れますか？晴れます。君ちゃんをヘラちゃんで混ぜちゃんって、これ俺が言った黒歴史じゃねえかよ。明日から長野にキャンプに行くんですけど、何かいりますか？ちなみにこんなところらしいですって。何かいりますかっていうのはなんかプレゼントをくれるみたいな感じかな。木の実か。ここで何買ってきてくれるんだよ逆に。ディズニーとかならわかるけど、ここで何持ってこれるんだよ。どうして最近下ネタはないんですか？ということで、スプラトゥーンのイカになりきってくれませんか？チャプン。プシュ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 。ふざけんなよ。今日の晩ご飯は何ですか？サンマを食べましたね。美味しかったです。やっぱ秋って言ったらサンマですよね。皆さんサンマ好きですか？好き。ありがとうございます。なんだろうこれ、ドキッとした。あれこれ質問だよなこれ。あれ、すごく失礼な質問になるんですけど、今日靴下履いてますか？履いてます。今まで彼女いましたか？いたこともありました。なんでそんなに滑舌が悪いんですか？東京特許局。ということで今回はここまでにしときましょう。ありがとうございます。たくさんの質問本当にありがとうございます。いや、僕のこともまた少し分かってくれたかな。変な質問ばっかりでしたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、こういうことをしてってね。またこういった質問を突発でやるときがあるんで、ぜひ、ツイッターをチェックしてください。ということで、ポッキーでした。また次回お会いしましょう。では、バイバイ。